小崎チャンネルちょということで、s n b c 日本シリーズ第6戦、オリックス対阪神、11月4日土曜日、18時30分、試合開始、なんと、5対1で、オリックスの勝利ということで、3勝3敗で、最終戦第7戦に、持ち越しさあ、ねすごい勝利になりましたね。ね山本、村上のね、投げ合いっていうところで、 山本がね、えー、日本シリーズ一勝もできないで海を渡るのかね、えー、はたまたね、山本が勝ってオリックスがね、逆リーチをかけるのかっていうところがね、今日の試合の一番の見どころだったと思いますけども、なんとね、佐々木、えー、みんなのスポーツ、テレビ東京みんなのスポーツ、えー、10時30分からね、 え、11時まで生放送出ておりましてですね、え、それその後帰宅してから撮影しておりますので、ね、え、ちょっと時間がね、経ってからの配信になってます。え、ちなみに、え、明日もですね、え、テレビ東京みんなのスポーツ、佐々き生出演しますので、まあどちらが優勝してもですね、ちょっと配信遅くなるっていうところと、ね、え、テレビ東京のみんなのスポーツ、ね、関西だったテレビ大阪かな、え、北海道だったテレビ北海道かな、ね、あの、ぜひそこでもね、え、注目のポイントを解説しますので、そちらでも佐々木解説、ご覧ください。 ということでね、えー、まず入っていきましょう。まあ、なんて言ってもね、えー、今日山本義郎ね、9回関東ね、9回138球、9アンダー14奪三振、無四球1ジェットボール1失点というところで、日本シリーズ新記録の14奪三振で日本シリーズ初勝利っていうね、えー、阪神先発村上、5回82球、6アンダー3三振、2四球1ジェットボール4失点というところでね、えー、フォアボールをあんまり出さない村上が3、4、球っていうところで、やっぱり状態はね、 ちょっと悪かったのかなっていうね。だからちめちゃくちゃ悪いっていうね、えー、感じは攻めしませんでしたけど。でもね、今日のテーマはこちらです。日本シリーズ始まって、第6戦、唯一の、両チーム、ノーエラー試合。ね。そしてこ、こちらです。えー、取れるときに取らないからこうなる。 っていうねねね、えー、の試合展開でした、ね、まあ、ねえー、立ち上がりっていうところで言うとね山本、えー、はね阪神、えー、打線を三者問題でね抑えてでオリックスね、ね、えー、初回、中がレフト前まで、ね、送りバンドを決めて栗林、フォアボールでワンアウト、一塁とねチャンスを作りながら森、えー、トングともにねクリーンナップが1本打てないというところでこちら、オリックスはね結構このシリーズでなかなかいいところでねヒットがね打てないっていうところで,こ,、ねこ,のね、こ,ろでこのね水曜日のね試合も。 12アンダー、内中のね、チャンスでね、ことごとく凡退していって、得点がね、入らないっていうね、えー、ところがありましたけども、ここもね、初回チャンスを作りながら得点できた。いその中でね、2回表、ワンナウトからね、ノイジーが高めのストレートをね、ライトスタンドへ先制ホームラン。 ね、打たれた山本もちょっとびっくりかなっていうところでね、いい形をね、大比喩が飛んでホームランっていうところで先生その後ね、佐藤のね、カーブ、ライト前ツーベースね、ここね、ナイス判断でね、セカンドヘッドサイディングっていうところでは、走塁も良かったし、その後ね、7番ね、えー、糸原ね、えー、DH に入って、糸原ね、前回ね、佐藤木が糸原 MVP っていうぐらいね、打撃も良かった。そしてピッチャーが右というところでね、思い切って糸原起用して、これがね、また柵が当たるというところでヒット。 でワンアウト一三塁からね、えー、木浪がね最後見逃し三振で坂本、デッドボールになって近本、ね、三振っていうところでここで、ね、この木浪のところでねもう1点取ったらね 状況は大きく違ったからっていうねでもしかしねノイジーのホームランで先生ねでもこれ2回の裏ねオリックスがすぐね逆転したっていうのがめちゃくちゃ大きいここもしね0点だったらまた嫌な流れでね試合展開ね進んでた中でね先頭ゴンザレスがアウトコースの球をねコンパクトに打って、えー、センター前ヒットっていうねゴンザレスね右左っていうところで言うと左バッ左打席の方がねちょっと打率は低いでもホームランは多い右打席の方は打率は高いけどホームランが少ないという中でまあ右打席でねこの日本シリーズホームラン打ってますけどね 続いて杉本が、ね、ツーボールからインコースちょっと高め、ね、結構難しかったけど、ね、思いっきり、ね、引っ張り込んでなんとまたスーパーリングに入ってねでもそこは入っても、ね、エンタイトルツーベースですよっていうねでもあれ、も杉本、森両方もホームランではあのスーパーリングなかったらだからこれはね絶対ねこの前の動画でも言いましたけど絶対来年、ね、球場ルール変わるでオリックスとしてはね文句言えないだって自分たちの本拠地のルールだからねそれはもう文句言えない。ね で、ツーベースになって、ノーアウト二三塁。ここでセネードね、ノーアウト二三塁というところでもう内野もね、後ろ下がったっていうところで、しかしそこで見逃し三振でね、ワンアウト。で、ワンアウト二三塁になって若槻ここでね、内野陣がバーって前に出てくるよね。この日本シリーズンね、若槻がちょっとね、甲子園での試合でもね、えー、9番に打席が回るのにね、敬遠されないで、 ツーアウトでね、若月勝負されて、で、そこでね、ことごとく一本出ないで打ち取られるっていうところで、もう舐められてるぞと。ね。だから舐めんじゃねえよって打っていかなきゃっていうところでね、一本出なかったところで、ここでね、ワンアウト一三塁コンパクトにね、えー、打って、ワンボールからね、一塁間抜けるライト前ヒット。で、ワンアウト一三塁間の中をね、もうちょっとでね、スリーランかっていうところをね、えー、レフトのフェンス間際でね、犠牲フライっていうところでね、若月の。 やっと出た一本。多分本人嬉しかっただろうね。ここまで舐められてね、どんどん勝負されて、次のバッター、ピッチャーなのにね、敬遠もされないで。まあ、その中でね、しっかりね、えー、ここはね、一矢報いたヒット。しかも一番大事なところでね、ここで、この1点取れてなかったらね、本当、もっと山本がね、崩れ、焦った、崩れたっていう可能性もある中でね、しっかり一点取ってどうで、その後ね、ガガが,が,が犠牲フライを打って、これ、勝ち越したのはね、めちゃくちゃ流れ的にでもね、大きかったね。 でその中でね、えー、3回、先頭のね中野が、ね、センター前ヒットを打つけども、えー、森下、大山を連続三振ノイジーを、ね、アウトにとってしっかりね取られたあと、ねえー、しっかり0点で、えー、抑えてねねでここ、ね、4回、問題のね阪神にとったらワンアウトから、ね、井戸原が内野安打そして木浪がレフト前ヒットででここでねワンアウト1、3塁になって坂本の小球、セーフティースクイズ1、ねまあ、打席目も、ね、ツーアウトだけどちょっとセーフティー気味に、ね、ワンチャンやってんだけどもセーフティースクイズ。 ボール球やりに行っちゃってね、ファールになって。次ボールになったけどね、すぐ追い込まれたって。だから、あれ、見逃してたらね、ボールになって、もう一回セーフティースクイズのチャンスあったけど、やりに行くんだったら決めなきゃね。あれね、決めるか決めないかね、めちゃくちゃ大きかった。あんなスクイズじゃないからね、難しいところは引かなきゃいけない。でもやりに行くんだったらちゃんとやらなきゃいけない。三塁ランナーのね、井戸原もめちゃくちゃね、スタート、ね、セーフティースクイズのスタート切ってたからね。そういった意味で今ね、このね、初球のセーフティースクイズのね、ファール。 これが今日の試合ね、あの、木並みの三振とね、あの、2回の、この4回のね、坂本のこのセーフティースクイーズのファール、これがね、あれのあれをね、今日つかめなかったところのね、最大の攻撃のキーポイント、ポイントだったと思うね。ここポンポンっていけてたらね、ひょっとしたらあれのあれを今日決めて、今頃ね、ビールかけをしてる可能性があった中で、ね、失敗。で、そして空振り三振。で、近本、このね、ツーアウト一三塁から近本の初球ね、若干意向狭くなって、 振り抜いて打った瞬間うわっこれどうなんやーっていうところでね、不慣れなライト森、ね、森、ねーブ試合ね、若手の時は結構ね、ライト守ってたっていうところがあって、まあ、経験はあるけどもね、最近あんまり経験なかった、このオリックスに来てね、若槻が状態いいっていうところで、ピッチャーによってね、で森もね、使わないと打撃のね、打線が向上しないっていうところで、ライト守らせて、まあ、不慣れな中でね、打った後の大飛球を追う、えー、角度、ね、その場所、最短距離、バッチシ めちゃくちゃ。そしてね、えー、いち早くね、フェース際立って、ね、ジャンプ1番、取って、アウト。あれ取れなかったらもう完全に逆転されてたからね。ここだね、この2回、4回のね、この4回森のビッグプレイね。俺も一番最初ね、あれ見てて、トントンってフェンスに当たって、グラブ入ったんじゃないのって一瞬ね、解説の槙原さんとかも言ってたけども、俺も一瞬、え、これどうなんなんかフェンス当たって入ったっぽい。でも本人とかね、わかんないからね。でもきっちりね、リクエストで画像見たらね、きっちりね、 グラのの中収まって森のねビッグプレき、ね、今日はね,ね先ほども言ったように両チームね初めて日本シリーズでノーエーラーの試合オリックスはねねまあねこのその後ね5回に紅林がねツーランホームラン打って4対1、これね、一番欲しいところこれね追加点がその中でね先頭中川センター前宗が、ね、送りバントを決めてこれでも中川のねその前のやつデッドボールだけどねあれ有量もかすってたじゃん、ね。 あのスローで見た時に、まあ、本人は、ね、言わないから誰も気づかなくてね相馬だったけど追い込まれたあと、ね、デュッドボールじゃんと思ったけどまあセンター前ね打ててよかったなっていうところもあるけど胸を折りバンで決めて紅林の打席初球、アウトコースめちゃくちゃいいところストライク次、2球目フォークボールど真ん中それをね黒林が見逃さずホームランを打ったっていうところが、ね、素晴らしいけども村上としたらあれもっと低めにね投げないといけない嫉妬多分っと後悔してるようなしかもワンストライクだったしね。 あれ低めいっときゃねまあ、どうなったかわかんないけどもあそこど真ん中は、ね、ちょっと状態悪いのかなってあの1球見て思ったよね。そんでねそれがまたホームランだからねあれワンパン投げたかったねワンストライクだった時にワンボールだったらよかったんだけどねヤンボとかね、ピンチをねちゃんと防いでる中2対1こう最初の得点差でいってる中そろそろ中押しで、ね、この次の1点どっちが取るんだが勝負っていうところで。 この3番に入った紅林のツーランホームランはめちゃくちゃでかかったね。で、まあその後ね、まあ中盤以降もね、山本ね、6回も三者で三者問題で、7回をね、えー、ツーアウトから近本中野にね、えー、連続ヒットを打たれるけども、森下をね、えー、セカンドフライ、初球フォークで見逃し、で、2球目ね、高めのストレートをね、プラせでセカンドフライっていうね、ピンチを出して。でもこの7回もね、今日の試合はね、まあ紅林とかね、打った若月とかね、打った選手も素晴らしいっていうところはあるけどもね、今日はね、 守備で守りきった勝利です、オリックスね。これまでね、私のエラーだったりとか、まあ、両チームそうだけどね、エラーが得点にね、えー、絡んでいって、それがね、えー、決勝点になったり、それが大事なところの点になってね、負けていくっていう試合があった中で、今日はね、両チームエラーなく、守備の面ではね、非常に締まった試合だったと思うけども、オリックスとしてはね、まあ、もちろん山本の高騰っていうのもあるけども、先ほど言ったね、えー、森のダイビングキャッチ、そしてね、この7回。 7回の2アウト1塁から中野のね、3塁線の頃。これね、結果的にね、悩んだなるの。胸がね、取ってファーストちょっと逸れちゃって悩んだなるけども、ね。あれよく取ったよ、胸。こう、中端でバウンドってこうグラブさばきでね。あれ万が一抜けてたら、あのまま3塁線転がっていってたら、ひょっとしたら1塁から近本がホームに帰ってきてた可能性は十分あった。そしたら4対2でしょ。まだ終盤金、金曜日のこともある。ね、山本このまま最後まで行くのか、もしくはそこからバタバタしながらリリーフ使うのかっていうところがね、 この一点によってどうなるか分からなかったところをねあのあれを胸がサンドウッチちゃんと止めてキャッチしたファースト悩んだなったけどねなったけどあれがね抜けてるのと、ね、内野んだとはね天と地方と違うから万が一失点してたからねそういうねところでねこの守備の、ね、大事さっていうのはね今日の試合かなり出た試合しかもオリックスとしては、ね、ノーエラーでね森のナイスプレー胸のねナイスキャッチ。 悩んだんなったけどで結局ね、ね森さんとこも初球フォーク2球目高め若月のね配球としても思い通りでの感じでセカンドフライの打ち取ってピンチをね出して素晴らしい。 で、8回も3勝問題、9回もねランナー1人ですけどもしっかり最後、ね、後ろって14打差し、素晴らしかったねで、オリックスとしては、ね、8回、ダメ押しの頓宮はね、レフトスタンドへホームラン打ってね、えー、なかなかねチャンスで1本打てなかったっていうところでね今日の試合ポンポンっていいところで1本出てね5対1で完勝っていうね山本のね、ピッチングの内容の中でいうとですね今日の試合、ね、まあ初戦のね、カードでも言ったけど、まあ、ポストシーズンね、クライマックスシーズン初戦でもロッティに一、ね、イニング、ビッグイニン,ングやられて であの日本シリーズン初戦もね1イニングビッグイニングやられて、まあ、前回の、ね、投稿でも言ったけども山本っていうのは1年間通してね カーブの割合が14%ある中で日本シリーズ初戦は、ね、約12%でクライマックスシリーズ約11%ぐらいだったと思うんだけどもそれが今日なんと約17%の、ね、比率が上がっているわけ10%があるって、ね、そんなないわけよ138球投げて134球増えるってことはないけどもこの、ね、23%というのが結構大きかったりするんだよね今日は、ね、1人の打者に2球も、ね、使ったりしながら緩急っていうところをつけてあとあんまり使わないスライダーっていうところもね をよく使ってこのカーブとスライダーっていうところで緩急をつけてね自分の主軸の球であるのストレート、カット、フォークボールっていうところがより生きてね緩急がついたっていうところがねまあ、14脱三振日本記録作ったっていうところもあるし本人が言うのにねあの取材に対してねカーブで投球フォームを作っていくっていうところを考えたらそう約17%っていうね。ね カーブの比率、前回の初戦から言うと5%も上がってるからね。そういったところではね、非常にその換気もつけた、フォのバランスも良くなった、スライダーっていう、日頃あんまり使わないところを阪神打線にね、えー、頭にない球を使いながらね、よりフォーク、カット、ストレートっていうところを生かす、この若月もね、反省を踏まえた修正の配球っていうところも良かったしね、この山本若月のね、まあ最優秀バッテリーコンビ、しっかりね、えー、初戦から修正してきて、配球のパーセンテージの割合も変えながら、より山本に適した、そして阪神打線の頭のない、 配球っていうのはねしっかりできたことがねこの日本シリーズ初勝利そして14奪三振日本新記録日本シリーズでっていうところでね打ち立った一番の要因好頭に光ったんじゃないでしょうかだから佐々木の意見聞いてくれてカーブを冷やしてくれてたりしたら嬉しいけどねまあ見てないと思うけどね うんでもそういったところも、ね、ちょっとでも参考に、ねえー、していただけたんであればよかったし見てるファンの皆さんも、ね、こういった意見を参考にして見ていくと、ね、より深い配給だったりとかパターンだったりとかっていうのは、ねえー、分かってまた一つ、ね、深く見れると思うんで、ね、ぜひ有効的に、えー、使ってもらいたいなと。 え思いますということでね第7戦明日にも連れていくというところででオリックス先発、宮城そして阪神先発、青柳っていうところがね発表されましたけども、まあ、青柳はねポストシーズンここまでクライマックスシーズンも登板してないんで、まあ、ポストシーズンね初登板になりますけど、まあ、今年、ね、なかなか本人がね思う通りのピッチングできませんでしたけども今日ね、ね明日か明日勝てはねもうあれのあれ38年ぶりだからねもうそんなね 調子いいとか悪いとか今年良かった、悪かった言ってる場合じゃないからね帝京大学の後輩としてはこのね最後の最後の集大成ね素晴らしいピッチングをねぜひしてもらいたいっていうところもあるしあとはねタイガースがまあ今日もね西、えー、そして伊藤将ねベンチ入ったように今日も西ね、ね途中から投げたけども伊藤正司がまあ火曜日に投げてるんで中4日の登板になるところでねね多分この、ね、もう青柳が状態悪かったらもう早めにね伊藤正司出ていくと思うのだから阪神としては、ね、多分スクランブル体制で、ね、青柳引っ張ろうっていう気は、ね、岡田監督は、ね、もう遠ない。 と思うからちょっとでも悪かったらね、伊藤将司引きながらね、総力戦で戦っていくタイガースっていうところでね、明日はね、ピッチャーの交代、えー、作ってくるんじゃないのかなっていうね、だから青柳投手はね、もう伊藤将司、すぐなんかあったら行くから、もう初回からね、5回投げようとか考えなくていい、もう3回でいいから、まずはね、完璧に抑えれるように、一巡ね、もう最初っからね、もうトップ。 トップギアでトップギアでいってできる限りのところまでいってもうだめだったらすぐパーンって変えるっていうね、えー、投手リレーになっていくのかなっていうようなね、えー、想像をしますで。オリックス先発はね宮城ね、えー、2戦目もね完璧なピッチングしてるんで多分明日はね宮城、森のバッテリーになると思いますけどね、まあ、そこでね、まあ、前回のようにどのようなねいい形のピッチングを続けていくのか何かを変えてくるのかっていうところはあるけども状態は良さそうなんでね、まあ、オリックスはね投手リレーというよりも宮城がどれだけ長いリングを投げれるかっていうところがね、えー、ポイントになってくると思います。 ます打線でいうとやっぱりねオリックスのねキーポイントはまあ、1、2番ってみんなよく言うんだけどもうこれ1、2番は出るよ、類にもうそもそもね1、2番が出なかった負けちゃうだからねキーポイントはね1、2番が出るとね前提の上で喋るともう3番、森下4番、大山もうこの2人だもうキーはここが、ね、打つかどうか森下もねここまで今日は打てなかったけどそれまで3試合連続タイムリーだったからいいところで打ってるっていうところもあるしねだからこのね。 まあこのシリーズ、森下は2割そして大山が1割6分7んだけども、まあ、今日の試合ね両者ともにノーヒットだけどももう森下、大山、ここだもう、ね、木南からのね位からの上位、えー、近本、中野が出るっていうのはねもう出る絶対出ますもうここが本当ノーヒットだったらもう負けますね絶対出る上で森下、大山がどこまで打つかもしくはホームラン打てるかこれがあれのあれを掴むために一番大事な要素です明日のキーポイントは森下、大山、切り出した。ね阪神は 逆にね、えー、オリックスはね、もう、トングーだね。トングー、森だね。この二人が多分キーポイントプレイヤーになるね。森はまあ今日ノーヒットだったけどもね、まあ、明日キャッチャーでも出るっていうところで、まあリードっていう上でもね、キーポイントになるけども、こバッティングっていうところでもね、ホームランっていうところの長段もね、キーになるし、トングーもね、まあ足が痛い中でね、今日ホームランを打ったけどもね、この森、トングー対ね、森下、大谷は、どちらかのね、選手たちがいいところで打つかこれがね、明日のポイント。その中で阪神はね、 青柳、伊藤正樹、これはもう早めの交代もあるんじゃないのかっていうねスクランブル体制、えー、オリックスは宮城がどこまで長いイニング投げれるかっていうところを、ね、もうお前は最後に任せたっていうところねピッチングこれがね明日、どちらのチームがね、えー、2年連続日本一のオリックスか、ね、38年ぶりに日本一になる阪神か、ね、どっちが日本一になっても盛り上がると思いますし、ね、どういうもういも明日が最後だからね最後の最後みんなでね、えー、楽しんでいきましょう。ということで「佐々木チャンネル日本シリーズ第6戦」 解説でしたあ忘れてた今日の MVP オリックスドゥーじゃん表向きは山本だけども裏のヒーローは若月お前だカーブを17%に上げてスライダーも使って遅い球を使いながらリードしたのは素晴らしいそしてあの同点なるタイムリー今までなめられて打ち取られてたのにあの大事な打点を打ったライト前あれがなかったら今日負けてた今日のオリックスの里キ的 MVP 若月お前だナイスプレーナイスパッティング それではまた明日最後の総チェックいきますんでどんな試合になるのか楽しんでいきましょう。